はい、どうも皆さん、こんにちは。本日もあつ森やっていきましょうか。さあ、大型アップデートが入って、結構時間が経ったわけですが、皆さん、どう過ごされてますか？まあ、様々な過ごされ方をしていると思うんですけど、今日はですね、いろいろ話していきたい内容がございます。ごめんなさい、嘘つきました。一つだけ話したい内容がございます。例えばさ、新格であれば、たぬきショッピング、こちらであったりとか、たぬき商店であったりとか、ないしは常吉のショップであったりとか、レイジのショップであったりとか、そういったところで入手することができるんですけど、一方で衣装も追加されてるんですよね。で、衣装というと、真っ先に思い浮かぶのが服だと思うんですよ。もちろん服もですね、エイブルシスターズに追加されております。ただそれだけじゃなくて、小物系もですね、実は新しく追加されているんですよね。ではでは具体的にどういったものが追加されているかっていうところなんだけど、その代表的な例っていうのはやっぱり熊のリュックとかになるのかな。熊のリュックがね、今のところ一番人気じゃないかな。時点でパンダのリュックとか、多分そこら辺かな。あとは夢川シリーズとか、多分そこら辺が鉄板になると思うんですけど、実はですね、ここにあるお魚柄エコバッグ、そして風呂敷、こちらなんとですね、新しく追加された小物になります。一応衣装っていうくくりになってるのかな？まあ、そんな感じなわけなんですが、こういった形で結構ね、シャンクの店にも新しいものが並んでるんで、ぜひ興味ある方は購入されてみたらどうでしょうか。結構ね、これに関しては見落としてる方多いと思うんですよ。多分優先順位が高いのは、新格が中心になってくると思うから、例えばハピパラやったりとか、タヌキ商店行ったりとか、タヌキショッピング覗いたりとか、多分そこら辺がメインになってると思うんですけど、実はね、シャンクの店でもこういった形で、いいものが売ってるから、ぜひね、興味ある方は、定期的にシャンクの店にも訪れてみましょう。そうなんだよ。実はシャンクの店にもいいものが売ってるからな。舐めちゃダメよ。ねえ、シャンク、お前もなんか言ってやれよ。全然店に誰も来ねえじゃねえか、みたいな。けどね、割と夢川系とか、パンダ系とか、あとは新たに追加された熊のリュック、それ以外にも様々なおしゃれなものがあるので、ぜひお店を覗いてみてはどうでしょうか。はい、ということで今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからもあつ森動画をご覧いただければ幸いです。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。じゃあね。